ラチャージ、ついに本が発売となりました。先日本のためのこの中身のですね、写真撮影があったんですが、これまでの放送から厳選したエクササイズをギュギュッと詰め込んでたくさん撮りました。あんなに自分の顔ばっか撮られることないんじゃないかなっていうくらいたくさん詰め込んで撮らせていただきました。それがギュッと一冊に詰まっています。どうしてドドンって自分の顔、これが本屋さんに並ぶって信じられないですし、中身も自分の顔なんですよ。大きくも小さくもたくさん載っていて、どこを開いても自分、たまに他の目覚ましファミリーのみんながいてくれてよかったってほっとするくらい自分ばっかりなので、ちょっと恥ずかしさもあるんですが、いやありがたいなと、もう二度とない機会だなと思って感謝の気持ちでいっぱいです。スマイルチャージが始まった当初はまさか首席化すると本当に思っていなかったので、続けていれば形として残していただけることもあるんだなとしみじみ感じております。視聴者の皆さんも結構スマイルチャージしてるよって言ってくださっている方多かったので、もうその皆さんのおかげです。ありがとうございます。私だけだとね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうと思うので、いつも全力で参加してくれている藤本マリノアナ、渡辺渚アナもお気に入りの一つエクササイズを選んでもらって全力で本の中でもチャージしてくれています。そちらもお楽しみに。さらにさらに全力で参加していただいているものの、なかなかオンエアには映らない三宅アナ、誰よりも全力でいつも隣でしてくださっていて、オンエア前の準備の段階から一緒に練習してくださっているのに、映ったこと多分ワンショットで1回もないんじゃないかな。三宅さんはグループショットって言って、こう遠目からの引きのカメラだったらあるんですけど、なぜか1人では映れないっていう貴重な三宅さんの表情が見られると思います。あとはあの生田さん、なかなかこう参加できてないんですよ。生田さんの参加っていうのは今後に期待してもらいつつ、生田さんも今回バッチリエクササイズしてくれています。貴重な三宅さん、生田さんのスマイルチャージもじっくりと見てください。一番多分うちの家族がお喜びしてると思いますけど、もう何十冊も買っちゃうんじゃないですか家族。なんで知ってるんですか。予約開始その日に30冊予約してましたけど、誰に配るんだろう。いや意気込みですよね。形にしてもらったので満足といえば満足なんですけど、放送上は私はやっぱりあの皆さんに順番とか教える立場なので、自分の中で 100% 出せたこと正直ないんですよ。なので限界突破ですかね。皆さんにこうレクチャーしつつ、私も 120% でちゃんとスマイルチャージをしたいなと。いつもやっぱり80くらいで他の皆さんできてるかなっていうふうに集中しちゃうので、私も120でやって120でレクチャーしたいと思います。ほっぺたに空気を入れて左右交互に膨らませます。イメージはこうちょっとユニークなお猿さんみたいな感じ。おー見事です。肘は後ろに下げます。おっすみたいな。三宅さん得意そうですね、これ。続いて打つんないけど引き伸ばす。言わんでええねん。引き伸ばしますよ。舌を回し円を描きます。みんなすごく上手ですね。ちょっとなんかもうちょっと意地悪したいけど、意地悪したい。改めまして、この本を読んでいただき、目覚ましテレビも見ていただき、今後も笑顔のお手伝いができればと思います。それでは今日一日のスマイルをチャージ。